憧れのマラソンランナーは野口みずきさんです。野口さんも小柄で、小柄なのに結構スピードもあってダイナミックな走りをしていて、すごいかっこいいなと思ったので、すごい憧れになりました。まだ2回しか走ってはいないんですけど、やっぱり積み重ねが大事だと思うし、やっぱやってきた分成果が出たら、すごい自分自身にプラスになるし、すごいやってきてよかったなって、なんか楽しい気持ちや嬉しい気持ちになるので、マラソンは私にとって結構自分に合ってるなって感じます。きついんですけど、やっぱりなんか一人で走ってるわけじゃなくて、なんか声援だったりたくさんの方の支えがあってからこそ走れているので、その分走っていたら自分にもプラスになるし、やっぱ見てくださる方に元気を与えたいっていう思いが強いです。走っている時はなるべくマイナスなことは考えないで、もう前だけを追って結果を出すって思って毎回走っています。思った以上に平坦が多かったんですけど、やっぱりちょっと途中にあるちょっとしたアップダウンだったり、中間点あたりと、あと最後の大きな坂が勝負になってくるのかなって、コースを試走して感じました。狙っているタイムは2時間28分台ではゴールして、できれば最低限日本人8位入賞を目指しています。今の状態じゃ全然他の選手に全然競うことができないので、残りの期間を使ってちゃんと自分の弱いところを見つけて、また一から立て直して強化していきたいと思っています。走ることが好きなので、走ることを仕事にできているのはすごい自分にとっても嬉しいし楽しいので、良かったなと思っています。